速稼塾の久保です。こちらにね、メールをいただいたわけなんですけど、自動車税を支払って T ポイントをもらおうということで、ヤフーカードのメールなんですね。で、自動車税のお支払いお済みですかって、今自動車税をお支払いするシーズンですよね。で、自動車税のお支払いはヤフーカードが大変便利ですって書いてます。メリットが3つある。T ポイントが貯まる。これ大きいですよね。2つ目、自宅にいながら支払い完了。これも楽ですよね。で、3つ目、お支払いの管理が楽々ということで、まあ、伝票とかいただけますとね、楽ですよね。で、ここにリンクが貼ってあるんで、ここから入ればいいかと思うんですよね。で、下の方にのメリットも書いてあるんですけども、メリット1に T ポイントが貯まると、ヤフーカードなら自動車税のお支払いも T ポイントが100円につき1ポイントなんで、自動車税ってすぐに何万円とか行きますからね。まあ、例えば34,500円の普通自動車でしたら、決済手数料はかかっちゃうんですけども、348ポイントゲットできますよね。で、軽自動車でもね、手数料がかかるから、ポイントもらってもしょうがないじゃないかっていうふうに考える方いますけども、やっぱりね、出かけていって支払うっていう手間を考えたら、やっぱりこれ手数料を払っても、やる価値はあるかなと思うんですけどもね。まさにそれがですね、ここに書いてあるんですよ。自宅にいながら支払い完了って。やっぱり金融機関行ったりとか、コンビニ行ったりとか、それだけのために人生の大切な時間を使う気は私はないかなと思うんですよね。で、あとはお支払いの管理も楽々ということでございます。この3つがですね、大きなメリットとなる。特にTポイントがつくのは嬉しいですよね。まあ、ちょっとリンクをクリックしてみましょうか。支払い方が書いてあると思います。お、これですね。ヤフー公金払いってやつです。ほら。ヤフー公金払いで自動車税を払いましょうってありますよね。はい。ここに書いてますよね。で、クレジットカードの、方は、用意してくださいと。ログインしてから支払い進めますと。うん。軽自動車の方はこちらと。普通車の方はこちらということで書いてますよね。で、自動車税ってのは各都道府県によって支払えるか支払えないかが変わってきますんで、よくチェックしなければなりません。ヤフー公金払いでお支払いできない都道府県にお住まいの方はこちらということで、ここに書いてあるところは使えないということなんですね、残念ながら。意外と東京ダメなんですね。まあ、軽自動車と普通車がありますんで、まあ、こっち行ってみましょうか。軽自動車はこちら。軽自動車税はこちら。軽自動車税はこちら。なんだこれ？種類別？うん。これ、まあ、なんですかね。緑行ってみましょうか。緑をクリックすると、あれ？ないですね。あ、ちょっと待ってください。左の方にね、自動車税もあるんですけど、固定資産税とか住民税とか健康保険料とか介護保険料とか、いろんな支払いありますよね。ああ、なるほどね。これだから T ポイントが全部つくっていうふうな理解でよろしいんでしょうかね。で、ありがたいじゃないですか。うん、すごいですね。いや、知りませんでした。はい。じゃあ、ちょっと一個戻ります。自動車税の軽自動車はこちらと。税目名称を誤って選択すると、正しく手続きを行いませんと。ああ、なるほどね。こういうふうになってるわけですね。まあ、こっからだから、税金が払えるんで、いいですね。ということですよね。まあ、ということなんですよ。やっぱり、T ポイントもらいながら払っておきましょう。本日は以上です。